ロックを救うのは日本のバンドだ。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本のロックとヘビーメタルは素晴らしい、そう評価したのは有名なロックバンドメガデスの元ギタリストであるマーティ・フリードマンです。彼は日本に移住して以来、日本のロックとヘビーメタルを絶賛してきました。今世界中で日本のロックやヘビーメタルの人気が高まっていることを皆さんは知っていますか？それとは逆に、欧米ではロックは死んだと幾度となく言われているようです。ですがそれは間違いだとあるアメリカ人男性は主張します。その理由が日本のロックやヘビーメタルにあるのだと、そういうのです。彼は10年以上前に日本のロックを好きになり、今も熱烈に追いかけています。そんな彼が日本のロックとヘビーメタルの素晴らしさを語ってくれました。ロックを救うのは日本のバンドだ。僕はケビン、アメリカ人だよ。さほど都会でもない町に生まれ育ったんだ。周囲に娯楽は少なかったけれど、小さい頃から生活には音楽があふれていた。ロック、メタル、ポップス、カントリー、ジャズ、R&B と音楽のない日などなかったくらいだ。家族みんなが音楽が好きで、かかっている音楽に合わせて鼻歌を歌ったり踊ったり、楽しい時だけじゃなく悲しい時でも音楽を聴いて慰められていたんだ。小さい頃は親のかける音楽をただ聴いていただけだったけど、僕や兄弟が成長するにつれて好きな音楽の方向性が出てきた。僕が好きなのはロックやメタル、兄弟たちはポップスを好きになっていったんだ。1990年代は楽しかった。いろんなロックバンドがいて、たくさん CD が発売されて、ライブもフェスもたくさんあったんだよ。大好きなアーティストがフェスのトップバッターを務めた時は本当に嬉しかった。でも2000年代に入って少しずつ風向きが変わっていったんだ。2000年以降に結成されたバンドで爆発的に売れたものが見当たらなくなった。それ以前は名だたるアーティストたちが大きな会場をファンで埋め尽くしていたけれど、2000年以降に結成されたバンドは1万5000席の会場でやることすら珍しくなったんだ。なんでこんなに集客が落ちてしまったのか、それは誰にもわからないだろうね。この頃からロックはもうダメだとか時代遅れだとかネガティブな言葉がささやかれるようになったんだ。実際2010年以降に結成されたバンドなんかは1万5000席の会場でやるなんて不可能に近かったからね。でもね、ロックは死んだってたくさんの人が言うけれど、誰一人として裏付けになるものを見せられないんだよ。いつも同じ話ばかり出てきて、結局確信に迫ることもできていない。ロックを否定する人たちの話で多いのは、古参のロックバンドやアーティストはもうダメだとかいう話。でも人間が若返ることはないんだから、今のトップアーティストたちがずっと大人気を誇れるわけじゃないんだよね。それはロックに限った話ではないし、ロックが衰退した証拠にはならない。で、今度は若手がいないっていう話になるんだ。確かに大きな会場を埋めることができる若手はあんまりいないかもしれない。でも有望株って言われている人たちはいて、彼らだって年数を重ねれば別格の存在になるかもしれないでしょう。まだ先行きが不透明なのにダメだなんて断じてしまうのは間違ってると思うんだ。過去の大物ロックシンガーたちも最初は無名だったんだから、彼らが時代を乗り越えてきたように若手にも頑張ってほしいと思っているよ。時々音楽業界の大物がロックが死んだか否かっていう議論をしている。
でもそれをなんとかできるのが彼ら大物の存在なんだから、現状を変えるべく頑張ってほしいんだけどね。ちなみに僕より年上の人の話を聞いてたら、ロックは死んだっていうのは毎年のように言われてきた言葉なんだって。僕が意識するようになってからも、確かに毎年ロックはなぜ衰退したのかとか、ロックはもうダメだとかいう音楽雑誌の特集を見かけるんだよね。1970年代にはすでに言われていたらしいけれど、その後に有名なロックバンドが出てきてるんだから、音楽雑誌の評価も当てにならないなとも思う。だからロックは死んでなんかいない、僕はそう言い続けるつもりだ。でも現実的に視聴率とか売り上げとか観客動員数なんかは落ち込んでいってるんだ。逆にロックが下降していく中で、他のジャンルがどんどん人気になっていった。2017年のニールセン社が行った調査によると、この年に初めて音楽売り上げでヒップホップと R&B がロックを抜いたという結果が出たんだ。確かに年間トップ10を見てもヒップホップと R&B ばかりが並んでいるほどだったよ。これを見たロックファンは、ストリーミングとかネットやラジオが主戦場の音楽と違ってロックが輝くのはライブなんだって言っていた。少し負け惜しみにも聞こえるけれど、ロックが一番輝くのがライブっていうのは同意するよ。僕も家で音楽を聴くけど、感動して涙が出るほどに心が震えるのはやっぱりライブなんだよね。そうそう、ライブといえばアメリカにはたくさん有名なライブハウスがあるし、大きなフェスもよく開催される。音楽好きにはたまらない国だと思うよ。さらに言うと、アメリカはやっぱり音楽の市場が大きくて、たくさんのアーティストが集まってくる。外国のロックバンドのライブもよくやってるから、アメリカに住んでてよかったなと思ってるんだ。今でも毎月のようにライブへ通っていて、ここ最近のお気に入りは日本のロックバンドなんだ。ロックは欧米の方が有名なのかもしれないけど、アメリカでロックが下火なのもあって、そうとも言えなくなってきてるんだよね。それに代わってぐんと伸びてきたのが日本だったんだ。僕が最初に日本のロックバンドを見たのは、アメリカでも最大級のフェスだった。ワンオクロックというバンドなんだけど、知ってるかな？アジア人のロックバンドってピンとこなくて、最初はそんなに期待してなかったんだ。でも、歌と演奏を聞いて、体がしびれる感じがした。特にボーカルの声は素晴らしかったね。後で CD を買って聞いてみたけど、やっぱりライブの方がすごかったのを覚えている。後で調べてみたら、ボーカルのご両親は共に日本では有名な歌手らしいから、生まれ持った才能があるのかもしれないね。高音を裏声も使わずに見事に歌い切ってみせるところなんか、本当に心が揺さぶられたよ。最初はアジア人のロックなんてと思ったことが恥ずかしくなるくらい、彼らは本物のロックバンドだと感じたんだ。ちなみに日本人だけど、驚くほど英語が上手で、ネイティブじゃないのに英語の歌詞も違和感なく歌ってるのはすごいと思った。ワンオクロックと衝撃の出会いを果たしてから、アジアにはもっとロックバンドやロックシンガーがいるんじゃないかと探し始めたんだ。今はネットでたくさんの情報が集められるし、アーティストの大半は YouTube などに MV やプロモーションをアップしているからね。そうすると、たくさんの日本のロックバンドが出てきて、見つけた時には歓喜の声が出たよ。そこからしばらくは彼ら彼女らの音楽を聴いて過ごしてたんだ。興奮してた僕は、当然ながら兄弟や友人たちにも日本のロックバンドを勧めてみたんだけど、反応はいまいちだったね。すごいものを見つけた。ロックは死んでなんかいなかったんだ。何？どういうこと？何か面白いものでも見つけたのか？この間フェスに行っただろ。そこで日本のロックバンドを見たんだ。彼らのことを調べてたんだけど、日本にはすごいロックバンドがたくさんいるんだよ。
日本？アジア人にロックのことなんかわかるわけないだろ。同感だね。そもそももうロックは時代遅れなんだよ。廃れてしまったロックに興味なんかないね。こんな風になかなかきつい言葉を浴びせられたけど、僕は諦めなかった。本当に日本のロックバンドは素晴らしかったんだ。聞けばすぐに好きになるはずだと思っていたから。家でも日本のロックを流していたし、僕の車でも聞いていたから、兄弟や友人たちが好きになるのも時間の問題だった。意外といいねっていう感想から、他にも聞きたいんだけどおすすめはある？になるのはすぐだったよ。そこからは僕の知ってる限りの情報を伝えて、一緒に日本のロックを楽しんでいるんだ。一番好きなのはやっぱり最初にハマったワンオクロックなんだけど、意外なことに日本には女性のロックバンドもたくさん存在していたんだよね。度肝を抜かれたのはベビーメタルだ。小さい女の子たちがゴリゴリのメタル演奏で歌い踊ってるんだよ。最初に見た時はなんだこれはと思ったし、これはメタルなのかと疑問もあった。でも彼女たちのパフォーマンスを見ているうちに、どっぷりハマっている自分に気づいたんだ。僕と同じように最初はベビーメタルを疑問視している人たちもいたよ。これはメタルじゃないっていう人もいた。その印象が覆ったのは2014年にイギリスであったソニスフェアフェスティバルのステージだろうね。この年同じステージでアイアンメイデンがパフォーマンスすることになっていた。それを見に来た観客は当然ながら厳しい目でベビーメタルを見ていたはずだよ。でも演奏が始まると観客たちの予想に反して重厚なサウンドが聞こえてきて、それに絡むようにボーカルの力強い声が響いたんだ。これは女の子のお遊びじゃないぞ、本物のメタルだ。観客たちも徐々に気がついてきたんだろう。次第に会場が熱を帯びてきて、最後の曲も大盛り上がりで終わった。その後も終わらないアンコールの声が聞こえていたよ。このステージでベビーメタルは本物のメタルバンドだと証明してみせたんだ。力強いボーカルとその横で踊る2人の女の子は本当にシンクロしていて素晴らしかった。メタルに踊りって思ってたけど、彼女たちの作り上げられた世界観を見たら、あれは一つの完成形だと思ったね。何よりすごいのは、曲のほとんどが日本語の歌詞なんだ。欧米に出てくるロックバンドはほとんどが英語の歌を歌う。それが当たり前のようになっていたんだけど、ベビーメタルはそれすらも覆してみせた。歌詞がわからなくても人の心は揺さぶられる。それを証明するかのように2016年ベビーメタルの出したアルバムはビルボードの39位にランクインしたんだ。ピンとこないかもしれないけど、日本人がビルボードのトップ40に入るのは史上2度目なんだよ。ベビーメタルの前はすき焼きソングを歌った坂本九で、53年も前のことなんだ。ベビーメタルがいかにすごいかがわかるだろう。僕の友人にもめちゃくちゃハマった人がいて、歌詞を理解したいからって日本語を勉強し始めたほどだったよ。いろんな人に勧めたけど、中には王道のロックがいいなっていう人もいた。バンヘイレン、メタリカなんかが好きなオールドロックのファンたちだね。そんな人におすすめしたのはバンドメイドだ。2013年に結成された5人組女性ロックバンドなんだけど、そのコンセプトが面白いんだ。メイドとハードロックの組み合わせで、見た目はすごく綺麗な女の子たちなんだけど、その演奏はゴリゴリのロック。そのギャップも人気の一つなんだ。結成直後から海外進出を目指した活動を行っていたらしくて、海外の初ライブはアメリカのシアトルであったサクラコンっていうイベントだった。日本の文化を紹介する催し物だったから、メイド姿を受け入れてもらいやすいというのもあったのかもしれないね。
そこからはすごい勢いで海外進出していったんだよ。海外初ライブと同じ年にイギリスで開催されたポップカルチャーイベント MCM コミックコンに出て、秋にはメキシコ、イギリス、ドイツ、フランス、ポーランド、イタリア、スペイン、香港という8カ国9公演のワールドツアーを開催したんだ。彼女たちが出した CD もとても売れたんだよ。2014年にファーストシングルを出したんだけど、カップリング曲スリルのミュージックビデオが大人気になったんだ。国際ウェブラジオ局 J-ROCK ラジオの Facebook 上で紹介された途端、再生回数が跳ね上がって一気に200万回を超えた。今は1700万回を超えているんだから本当にすごいよね。ベビーメタルと同じように最初は色眼鏡で見ていた人もいたと思う。でも彼女たちのパフォーマンスを見たら、これぞロックだと気づくはずだよ。ギタリストの金見が奏でるリフはヘビーで印象的で、思わず体が動いてしまうようなグルーヴを持っている。茜の速くて正確なドラムのリズムは曲をしっかりと支えているんだ。バンドメイドは速い曲が多くて、ブラックホールという曲はテンポが BPM220 なんだよ。この速さの曲でも完璧に演奏してみせるんだから、バンドメイドの演奏スキルの高さは本物だと思う。ベースもすごくて、ミサは親指で弦を叩くピック奏法とスラップ奏法を瞬時に切り替えられるんだ。そしてバンドメイドの素晴らしい演奏をさらに高めるのが、ボーカルのサイキとコバトミクだ。サイキはスレンダーな体格からは想像できないほどパワフルな歌声で、低音から高音まで伸びやかに歌い上げるんだよ。鳥肌が立つほどすごい歌声ってこういうのを言うんだと思う。コバトミクはサイキの力強いハスキーボイスとは違ってポップな歌声なんだけど、二人の声が合わさる瞬間がとても素晴らしいんだ。さらに素敵なのはメンバーの仲がいいことだね。ライブ中も近づいたり、アイコンタクトを取ったり、パフォーマンスがすごく楽しそうなんだ。見てるだけで楽しくて幸せな気分になれるのは、彼女たち自身がライブを心から楽しんでいるからなんだろうね。他にもラブバイツっていうヘビーメタルバンドがあるんだけど、このバンドも本格派なんだよ。ヨーロッパで通用するヘビーメタルバンドになりたいって結成されたこともあって、最初から日本以外の国でキャリアを積んでいったんだ。歌詞も英語のみっていうところからもその本気度がわかると思う。日本ではヘビーメタルって一番売れにくいジャンルらしいから、最初から海外へっていうのはいい判断だったんだろう。すごく綺麗な女の子たちが超絶テクニックで演奏して力強い歌声を響かせるんだ。ライブでは一気に人気をさらっただろうね。一時期リーダーのベーシストが脱退して活動休止していたんだけど、2023年には新たなベースが加入して再始動したんだ。ベースが変わったことでこれからどんな色を見せてくれるのかとても楽しみにしているんだ。まだまだたくさん日本のロックバンドはある。1999年に結成したモノとか、80年代から活動している人間椅子とかね。ベビーメタルを知る前は正直なところアジア圏のロックは眼中になかったんだ。でも日本のロックバンドはすごい熱量でパワフルなステージを見せてくれる。楽曲も力強くて聴いているだけで心躍るようなんだ。ロックファンは世界中にいるけれど、最近のロックは低迷しているという人は多い。ネットで交流している範囲でもそんな話はよく聞いていたからね。でも最近の僕は日本こそが今のロックを支えていると思っているよ。だから友人にもネット上の仲間にも日本のロックを勧めているところなんだ。
ネット上の知人はロックの衰退を悲しんでいたけど目が覚めたよ、ロックは死んでなんかいないなんて言っていたよ。僕もそうだとも、ロックは日本に引っ越しただけだって答えたんだ。日本のロックバンドはなぜか知名度が低かったんだよね。それはそのバンドたちが世界戦略を取っていなかっただけかもしれない。もしくは日本語の歌詞に対して世界が敬遠していたのかもしれない。ただそれは世界的に知られていなかったり、日本ですごくメジャーってわけじゃなかったり、ロックバンドがきちんと知られていなかっただけで、ロックそのものは力強く日本で生き続けているんだ。その証拠にいくつもの日本のロックバンドが今世界中で人気を誇っているんだから。これからも僕は日本のロックバンドを追いかけ続けるよ。次はどんな曲を聴けるのかいつも楽しみに待っている。そんな日常が来たことが本当に嬉しいんだ。ぜひ日本でもロックやメタルが人気になってくれるといいのになと思っているよ。海外の反応。ロックが好きならマジで日本のロックをチェックするんだ。ここ数年で日本のすごくいいロックバンドが楽曲を YouTube や Spotify に上げている。どれも本当にいい曲ばかりだ。自分は日本語を話せないけど素晴らしいミュージシャンばかりだよ。ニューヨークのライブハウスでワンオクロックを聞いたことがある。後で知ったんだけど、この時点で日本のスタジアムを満員にするバンドだったんだ。15ドルくらいのチケットで彼らのパフォーマンスを見られたのは本当にラッキーだったよ。もちろんそれからは彼らの大ファンさ。バンドメイドいいよね。素晴らしい音楽に楽しいビジュアル、ミスマッチのように見えるのにステージの完成度はすごいんだ。何よりメンバーがとても楽しそうなのが何よりも最高だね。人間椅子をおすすめする。メンバーはかなり高齢に見えるけど、それは長いキャリアを持っているからなんだ。80年代から活動していて23枚のアルバムを出しているんだよ。マジですごい。あまり J ロックバンドを知らないんだけど、ワンオクロックは好きだ。でもケビンの話を聞いたら他のバンドもチェックしたくなったよ。ハードロックが好きだからまずはバンドメイドかな。まとめ。ケビンさんはいくつかのバンドについて話してくれました。皆さんはご存知のバンドはありましたか？まだまだ他にも日本のロックバンドは数多くあります。 X ジャパン、マリス・ミゼル、シャムシェイド、ラルク・アンシェル、ザ・ピローズなど、これらの日本で有名なバンドだけでなく、日本ではあまり知られていないバンドも海外のロックファンからは熱烈な声が聞こえてくるほどの人気ぶりです。普段は穏やかだけれども、うちに熱い情熱を秘めている日本人だからこそ、ステージ上での爆発的なパフォーマンスを見せられるのでしょうか。今回お話にあったバンドの楽曲をぜひ一度聴いてみてください。ひょっとしたら大好きなバンド、大好きな一曲に出会えるかもしれません。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。